こんばんは。やってきました。うっ、雨、眠い目がシュパシュパする。今夜中の2時過ぎぐらいですね、はい、今日はですね、はい、干潮が4時ぐらいということで、はい、干潮間際にしか入れない磯場があるんですよね、はいはいはい、干潮前後のタイミングを狙ってエギング長考をやっていきたいと思います、うん、まあ、僕ら2人ということで、うん、サポッティングを、はい、やっていこうかなと思います。どうですか最近リア磯がないですよね。あ、ないのよ。いや困る困る困る。やってる時にリア磯がないってだけでこっちのメンタルがボロボロなのよ。やっぱり鉄板焼きって僕ら歌ってきましたから。はい、今持ってないですか今日。え、今日持てないんですよ。あ、じゃあ僕がやります。あ、あ、はい、あ、でもお願いします、ね、じゃあ今日はその、まあ、プレゼントするリア磯で、はい、あげてもろて。もちろんもちろん、はい、もちろん。今2月のまあ後半ぼちぼちいいサイズも上がってるんで。そうそうそう、着るとは言わないからさね。5、600欲しいじゃない。欲しいじゃない、うん、欲しいじゃない、欲しいじゃない。キュンキュンキュンってなるやつ欲しいじゃない最近釣れてないからちっちゃいのでも、あ、大きいと思っちゃう。多分わかる、わかるよね。あるあるでしょ皆さん。この間スプール押さえたもん俺嘘つけて全然いらんのってことで2024年、はい、初の初の勝手にサポッティングをやっていこうじゃないかと思いますんで。久しぶりやね、はい、うんうん、こう大人なやつを見せていきましょう。はいはい、うん、勝手にサポッティング。はい、ポイント到着しました。潮の状況を見たいんでね、まずはアオリキュー 3.5個、赤下地をね、投入したいと思います。塩をね感じないとね。塩の状況がね、まずどんなものなのか確認します。これ青利休ね、塩紙がいいからね、こう状況を把握するのにちょうどいいんですよね。当てちゃってるな塩が。今ね干潮に向けての下げのタイミング、はい、今日4時半ぐらいが土管だったかな。上げ始めぐらいが多分いいのかなって思ってるんですけど、どうなんだろう。ここまでやりそうですよね。はい、鉄板です。さっき言われたんで、お兄からもらってきたんで、はい、ブーニーからもらったリアイソです。ん？右に行きよるね。うん、当たっとるよね、だいぶ。なんかこんな感じだったけどな、今違ったのかな。おいまあまあでかい、まあまあ来た。500ぐらいあるよ。よかった。どの辺で、この辺やろな、取るとしたら。持って帰る。はい、来ました。いやー、やっとですね。よかったですね。今回ね、お兄ちゃんからブーニーからもらったリア磯ですよ。はい、やってやりました。ちゃんとしっかりうっかり8兵衛の方でサイズ狙ってもう一回行きたいと思いますから。はい、あざっす。釣ってたじゃない。うん、やったじゃん。うん、なんかツンって持っていく感じではなかった。なかったね、うんうん、塩もだって払い出しの塩じゃないもんね。あの着底してステイの時に多分持っていってる。あー、やっぱ当て塩っぽいもんね。ちょっと右になる。マー君のとこは当て塩やもんね、完全にね。確実にも角度的に。うわー、気をつけ。そうよね、うん、今干潮さんね、多分今から干潮で、うんうんうん、こういうの上げ始めで多分潮が逆に変わる。そういうことよね。逆にどこが逆に。おお目が逆じゃない。逆じゃない
上げ始めのタイミングでどうなのかっていうところなんで、はい、入ってきてもらわないと困ります。いや、そうなんです、困るんですよ。困ります。困ってんじゃないわよ狙いの塩ではないんで、ちょっと液を変えていきます。塩がね、当て気味なんで、ゆっくりちょっとホールをさせるようなイメージ。 3D の 2.5 個、はい、モンスターマスターやっていきたいと思います。ホールをゆっくりゆっくりやっていく感じですね。下がってきてる塩がね、いや止まったの、風が止んだ。来た、さっきと一緒ぐらいやろうな。ギャフいらん、怪しかったもん。あ、さっきよりでかいんじゃない？ゲソ一本、さっきよりでかい。よし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 、絶対取り、絶対取りたい。おお、サイズアップしてんの？アップしてる。よかったほら、マー君、うん、いいですね。はいはい、綺麗なイカちゃんじゃないの。もうよかったわね。え、はい、どんな感じだったの？風がちょっと、全部一緒に全部計測しましょう。しましょうか。ごめんなさい、ちょっと出してもらって。はいはいはい、500は理想ですよ。本当ですか？目標500なんでね。はい、あればいいな。ゼロですかね。はい、ゼロですね。はいはいはい、はいはい、そう。まあ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 、見てください。あっ、ギリない、ギリない、ギリない。さっきピシャってしたけんやん。いや、間違いない。もういいじゃない、いいじゃない。まあいい、はいはい、ね、悪くない、悪くない。え、エギはエギもちろんブーニーからのブーニーからの、さすがでございますよ。はい、サポりますね。あざます。いや、今季もサポりますよ、デュエルさん。いや、ほんとよ、山使うぞ。山言うたよ、これ使うぞ。おい、山言うちゃってるよ。おめでとうございます。あざまーす。あざす。ロングキャストスロー 3.5 号 K 村カラー、宇宙層やや下をね、ふわふわさせときます。今状況的にベイトがですね、多分接岸してない状態、沖の沈めさとかにこうついてる状態で、そこら辺に多分アオリイカがいて、で日中日が昇ってきたら多分接岸してくるんですよ、ベイトが。そのタイミングでイカも接岸してきて釣っちゃうよということですよ。風がまた出てるじゃん。よかった。雨でも来た甲斐があります。
どうなの。さあ、さあ、さあ、さあ。潮吹いてましたもんね。いや、さっきよりちょっとダウンかな。よかったです。来ました。さっきよりちょっとサイズダウンですね。まあでもいいんですよ。釣れることに意義があるから。あ、でかい。思っているわ。いや素晴らしい、よかった。セーフ、セーフ、アウト、いやアウト寄りのだけセーフ、セーフ、アウト寄りのセーフ、アウト寄りのセーフ、アウト、アウト、アウトはアウトです、絶対アウト、だって500いってないから、いってないから、ね、目標で5、600って言ってたからね、うん、僕に関してはもうゼロ遠くに行かないとだったもんね、今日のやつはね、ね、うん、沖の方になんかおったっぽいよね。ということで、はい、まあ目標のサイズにはいかなかったけども、うん、数は3倍、はい、上がりましたよと。しかもちゃんとブーニーからもらったやつでリアイソーで全部リアイソー、全部リアイソー、やばこれだからすごい欲しくなるのよ、やっぱり。なるほど、こういうことね、こういうことなのよ。なるほど、うん、すごいね、やろう、リアイソーやっぱりやろう、すごい、こういうことなのよ皆さん。みんな誰も釣れない時にこれ使ったらいける時があるのよ、本当にプレゼントした甲斐がありました。ありがとうございます。素晴らしいです、はい、サポッティングできたということで、はい、サポッティングできて、うん、結構良かったんですよ結果は、うんうん、結果良かったんですけど、こう明るくなって上がってきたらあのとんでもないことになってて、ちょっと見ますか、ちょっと見ますよ、ちょっと見ましょうか、ちょっと見せましょうか、はい、ドンドン、これ完全にだもんね、これもう行っちゃってるからね、行っちゃってるからね、そうだよね、気づいてないから後手吹いちゃって伸ばしちゃって、自分でも自分でも伸ばしちゃ、手拭いてここでもうえらいことになってるもん、自爆る、ひどいでしょ、気づかずによ、海水と思ったよね、でもあの出た、いや、うん、うん、こう川についたやつは海水だったのよ、ね、あいつやったな、やっとんな、やっとんな、やって気づかずに自分でやっとっけんね、理想でやっとる、理想自分でもやっとる釣って釣られてやっとっけ、こっちは自分でやっとらん分、うん、こっちも自分でやっとる分がもうすごいの、手のラインが擦っちゃってるの、皆さんぜひ気をつけてくださいね、気をつけてください、はい、夜のね、はい、見えないんでね、もう見えないんでね、こういうことになっちゃうんで、これがこういうことです、はいはい、気をつけてください、気をつけてくださいということで、マー君のことをかわいそうだなって思う人はですね、あの高評価ボタンとチャンネル登録、はい、コメントもよろしくお願いしますお願いしますそれでは、はい、いいんですか、いいです、私だけで終わって、僕連れてないんで、擦りには気をつけてください手のラインには気をつけてください、はい、じゃあ、はい、お疲れ様、お疲れ様、バイバイ、バイバイ。